しいな。完全に10年以上この電力の下のなさ。本当にこれでレースやってたのかと思う。全然つけていかない。そんな思い出が詰まった一台グループ A マシンのサウンドが今筑波によみがえる。グループ A にシビックありと言わせたルーツともいえるこのマシンを市島はワークスよりも早くレースデビューさせていた。今ステアリングを握っている岡田選手は87年グループ A レースにおいてシビックを初のチャンピオンに導いた立役者。